るお前え、お前、え、だって江口さんって俺よりも芸歴上だよっていうタレコミが江口さんでも江口さんはねえもうやってんなって終わっこのやってくれるからやあ、まあ、安心感があるからねそこに甘えちゃうっていうねそういうことですだから、まあ、あの芸人さんでもさそうやってずっといじられてる先輩とかさ、はい、そういるじゃないですか、まあ、あの出川さんとかさ、はい、だから、まあ、出川さんポジションみたいな感じのちょっと うまいこと、まあ、なんかそう言ってるってことですね若手からのなんかこう後輩からの信頼も厚くてみたいなでも孝太郎が悪いのかもしれないな、うん、あそれは俺も思うたまにすごく邪悪なものを感じるよね孝太郎くんなるかもなその本人に悪意はないんだろうけど彼はすごく限りなく闇に近いものだよねいやでもいや孝太郎くんもやっぱりねだってなんかさあんな涼しい顔してさあの普通にこう先輩をコロッ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 してるわけでしょ孝太郎くんがすごいところはやっぱり面白いところなんです面白いね全部本当に面白いこれは俺から言うことじゃないからあんまり詳しくは言わないですけど、はいはいはい、本当にその孝太郎くんのおごられ方って本当に面白いんですいやわかるわかるよ俺もなんならなんそういうコント集あったら買うレベルで本当に好きであのさ何なんだろうねあのパロリちゃん自身のさ空気感というかさ そこと絶妙なマッチングがいいよ ねだから江口さんと僕まだそんなに関係性深くない時に3人で孝太郎君含め3人でご飯行った時にそのやっぱ江口さんがすごい優しいというか、うん、いいよって言っておごってくださるんですよね食事とかいや俺も前そのごちそうになったこともあってさ、普通になんかそんななんかうおーってこう出させもしないでそうなんですよすごい懐の広い人なんですよ、江口さんがそういう方だと分かってたとしても、うんうん、やっぱりその義理としてやっぱりちゃんとやらなきゃいけないことってあるじゃないですかありがとうございます後半としてごちそうさまですとかちゃんとさよ出して、うん、いや出しますよっていうなまあこれ良くないけど、はい、でもその姿勢として見せるって僕は大事だなって思 う、ね、礼儀だからね、はい、そこはですけど孝太郎くんがすごいのは、はい、そこで絶対一ネタやってくるんですよなんかその例えば江口さんがこ こう何も言わずにスマートにこう会計しようとしたら、はいはい、孝太郎くんが、あ、江口さん、払いますよって行くわけですよ。で江口さんがおいいよありがとうございますいやもう食い気味ほぼ食い気味あいいよありがとうございます食い気味ほぼあのさあのタロリちゃんのさあの喋り方も面白いんだよねそうあと何だろう別パターンで言うと、うん、あパターンあるのねパターン俺はそのパターンしか見たことない他の見して孝太郎君は、うんうん、そのまた江口さんがスマートにこう外気済ませていると。いいよ。で、孝太郎くんは見て見ぬふりをすると。まずね、まず、一対一対一して、まず見て見ぬふりをするんですよ、ね。で、それで、じゃあそろそろ、ね、お会計を、って言ったら、あれ？江口さんの方見て、江口さんが、もう笑ったよ、みたいな。ええいつの間に超オーバーなリアクションをするっていうタイプのゲームあるあのさ声も面白いんだけどさ顔も込みですごいよ、ね、いやそうなんですよ顔も全部が完璧で